人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。今日は今度ですね、今年の末か来年の初めに一緒に本を出そうと思っている望月さん。はい、望月です。よろしくお願いします。そうですね、まあ、我々仲間なんですけども、善光寺の裏目にあるね、日本山の、なんだっけ、妙法寺、はい、ね、守ってる菅井さんと一緒にね、はい、動画撮らせていただきます。じゃあ菅井さん、ちょっとまだここの説明をしてくれる？はい、うん、ここの場所は長野市の箱清水という地籍になるんですけれども、うん、小丸山公園という元昔の古墳のところに公園があるんですけれども、うん、長野市の公園です。その中に日本山妙法寺長野道場という、日本山妙法寺というのは世界各国に平和の白い仏舎利塔を建てている日蓮宗系 の、 うん、結構大きな団体なんですけれども、ご縁あって私がちょっとお預かりをさせていただいてます。もともとね、学校の音楽の先生なんだよね。はい、うん、そっちの活動の話もちょっと。うん、今ネパールの学校へ日本の童謡唱歌、まあ、日本のって言ってますけども、ふるさととかもみじとか夕焼け小焼けって長野の方が作られてるんですね。うん、長野の童謡唱歌を教えに行っています。うん、で、そのなんか、まあ、きっかけがあってここを守ることになったと。はい、うん、でネパールでね、お世話になったのが、うん、日本山妙法寺のカトマンズ道場の佐藤達磨上人って方で、うん、佐藤上人を長野にね、お連れした時にここをご案内したら、ちょっと荒れてたのでね、それを憂いて、私にちょっと綺麗にしてもらえないかと、うん、でまた向こうでお世話になるので、お布施のつもりでやらせていただいてます。素晴らしいね。はい、ありがとうございます。本当に善光寺の真裏というか、うん、ね、すぐ下が善光寺で、でこの山を登っていくと飯綱とか戸隠に、はい、そういうなんかパワースポットと学士とのこうライン上に善光寺というこうあるんですけれども、長野ってそういう意味ではすごいよね。それ望月さんはご専門に研究されてるんで、はい、うん、私も飯綱文化振興会っていうところでお世話になってました。まあ、会長されてますよね。もともと神道とか古神修験道とか古神道っていうところに興味があっていろいろと研究、まあ、してたんですけども、うん、まあ、今回菅井さんはこういう場所を管理されてるっていうのと、うん、まあ、善光寺って本当に由緒のある、まあ、当時の天皇が、まあ、作ったっていう仏教の一番最初 の、うん、仏様が祀られている場所が、まあ、なぜ長野にあるのかというところもすごい不思議だったんですけど、いろいろと調べてるうちにだんだん、あ、なるほどっていうところがあったんで、うん、まあ、そこでルークさんとも出会わせてもらって、いろいろと話がまた進んでるんだなっていうところを今感じております。うん、で僕らね、3人先月淡路島行ってね。あ、そうですよね。手ぐらいの藤森先生、はいはい、そ、ね、まあ、その動画のリンクが決まってるけど、はい、そのそういったほら、手ぐらいっていうかユダヤと天皇家のちょっと関係みたいなのをちょっと話してみてよ、望月さんの持論を。まあ、その藤森先生のヘブライ語のあと旧約聖書を解読されて藤森先生の話だったいろんなところにあるんですけども、まあ、ある意味日ユダ同祖論っていうのが、ね、うん、ありますよね。うん、ユダヤの人と日本人っていうのは本当に、うん、似ていて、まあ、おみこしだったりいろんな神社の作りだったり、うん、似てるよって話があって、特にスワタアシャなんか有名だよね。そうですよね。でそれが、まあ、ある意味をもうその世界では当たり前のごとくなってるというか、うん、いう世界でもあるんですよね。うん、で、まあ天孫降臨ってよく言いますけども、うん、天からアマテラス様の子孫が降りてこられたっていうのも、うん、実はそのイスラエル、ユダヤの方から、まあ、こっち日本に来たっていう伝説じゃないかとか、うん、あとイザナギの御事っていうのは、うん、イザヤさんっていう言葉がなまって、うん、イザナギになったとかっていう話が、まあ、藤森先生からも伺って、うん、で天皇家っていうのはある意味その中心になる、そのグループの中心なのかなっていう捉え方もできるのかなってところで、うん、まあ、そういった人たちはいろんな私たちがまあ普段隠されているということ、知らないことを実は知っていて、いろんなことをしてきていると、うん、でその結果日本っていうものが成り立っている、日本の今の平和とか繁栄っていうのはそういう方たちがまあ知らないところで、まあ目に見えない世界をちゃんとやってこられてた結果としてあるんじゃないかなっていうふうに、まあ、思わざるを得ないっていうところが、うん、あるんですよね。ですんで、まあ、善光寺っていうのはその一つの形としてこの場所にあるっていう理由も、うん、その人たちがまあ分かった上でここに善光寺を置いてるっていう結論にもなりましたし、うん、で、まあ、飯綱山っていうところがあって、うん、戸隠山っていうよくパワースポットで最近有名になってるところなんですけども ね、まあ、飯綱の神様っていうのは実は東京の八王子の高尾山に飯綱権現として祀られて、うん、
で東京オリンピックの時にもエンブレムは都庁とその高尾山、うん、オリンピックエンブレムが同時にできたっていうことは、うん、まあ、今の人たちもそういう見えない世界の扱いというか、うん、お祈りの仕方っていうのを分かってやってるっていうことの表れとも言われてますんで、うん、まあ、そういったところをぜひまた紹介できればなというふうに思っております、うん、はい、やっぱあれかね、まあ、天皇家っていうのはもともとまあ、ユダヤのそれこそ、まあ、ダビデ王の流れなんかね、はいはい、そうですね、まあ、ダビデ王に、うん、まあ、聖書では神様がお前の子孫をずっと王として、うん、世界が終わるまでちゃんと見届けるというか、うん、で実際天皇家も本当始まりが本当にわからない、うん、まあ、実際2600何十年っていうのに言われてますけども、うん、世界で一番古い王族というかっていうなると、そうだね、まあ、そこはリンクしてくるんですよね、うん、それがつながるってとかないですから、うん、で私たちはなぜか天皇陛下っていうものをすごく敬って、うん、ずっと何千年も来ているっていうところの秘密が実はそういったところに遡っていく、行ってリンクするっていうところにあるとしか思えないんですよね、うん、まあ、そういったところを今度のご本では、うん、なんかワクワク、ね、明かされるっていう、じゃああんまり喋るとネタバレになっちゃうんで、この辺でしょうかね。ワゴンの本当の秘密っていうのは、うん、そこに遡れるっていうところに来てると思いますんで、うん、それをまた改めて日本から世界に発信していくっていうことをね、ルークさんがもう先頭に立って今やっておられるっていうところもありますんで、はい、うん、まあ、私たちもそれを、まあ、菅井さんもこのネパールに、うん、行って、まあ、善光寺からまたお釈迦様の生まれた場所であるネパールに行くっていうのも一つ、そうだよね、まあ、ミッションとしてあるっていう話ですか、ね、だいたいね、今御開帳やってるけども、はい、善光寺の絶対秘仏は、はいはいはい、仏様がね、まだご存命の時に天竺で誕生したと言われてるんで、そこにね、また呼ばれて、そう呼ばれていくっていうのも縁があるんだよね。また日蓮宗で、うん、日蓮様の予言で、日本の仏教は、うん、下四国、合四国、インドへ帰るっていう予言があるんですよ、ね、うん、西方へ帰る、うん、なので、だからそれをやるのに戻すっていう素晴らしいミッションかなっていう、うん、はい、はい、すごいですね、皆さんね、なんか、うん、お役目が、はい、そうだね、じゃあ今日は長野からね、うね、まあ、こういう楽しい、まあ、そうですね、御開帳ももう6月いっぱいです、うん、29日まででしたっけね、はい、ですのでまだ間に合うと思いますので、ぜひ皆さんお越しいただければというところで、隠れパワースポットです、うん、ここのなんかホームページはないよね、フェイスブックでページがあります。じゃあフェイスブックのページを人気先に貼っておくんでね、はい、興味のある方は菅井さんに言えば、はい、中をご案内してもらえそうなので、はい、このね、はい、まあ、絶景、長野が全部見渡せる絶景もね、はい、見に来てください。はい。はい。じゃあ以上、テキサスのルークとね、長野の菅井さん、望月さんでした。はい、ありがとうございました。はい、どうも。ありがとうございました。はい。